館内放送で見ると、デコの交代があまりわからない、はい、二宮祥平です、なんですけれども、あのすみませんあの、タイトルにある通りなんですけど、あのまずですね7、7月2日ですね、あの <laughs> なんかこういう変だな、えー、グラスアーカスさんですね、えー、グラスサーカスじゃないですよ、グラスアーカスさん、はい、熊谷埼玉県熊谷市にあるですね、えー、メガネさんなんですけども、日本で唯一、バイクメガネっていうのをやってるお店なんですよ。 でえー、とバイクに特化したメガネをですね、えー、フレームから集めたりとかして、えー、フィッティングへですねレンズ作りとかそうしたことにこだわって、えー、メガネ作ってくれてでうちの僕の方にもです、ね、あの今、かけてないんですけどもあのメガネの装備協力をいただいておりますここ蚊に刺されたんですよねここ結構膨らんでるなで,でそのイベントがあるのでバイクメガネ相談会っていう、まあ、2日ですね私、二宮が1日店長 かどうかは分からないんですけども、あのいますので、えー、ぜひですね、メガネに興味ある人は来てくれたら嬉しいなと。あの特にあのお金がかかるイベントじゃないです。はい、普通に来て、バイクであの、駐車場大きいですので、バイクで来ていただいても、車で来ていただいても構わないんですけども、できればバイクで来ていただくと、そのフィッティング相談もしやすいという感じですね。はい、で、えー、当日別にメガネを作りいただいても結構ですし、そうじゃなくてもいいんですけども。はい、でですねあの、二宮のですね、 ホワイトベースモデルのメガネ、実は今開発中なんですよ。はい。で、今のところそのカラーサンプルまで上がってきてるんですね。で、7月2日の日に、まあちょっと参考出品的にお披露目できるかどうかはわからないんですけども、ちょっとですね、そうしたことを今企んでるんですよ。ホワイトベースモデルのメガネとか、 あと、あのちょっとさらっと言っとくとですね、ホワイトベースモデルのメガネの中でもラインナップの中にね、あのまあ、型番でいうところの H とか K とか S とか Y っていうのですね、ちょっとやろうかななんて思ってましてですね、まあちょっとこれ以上は詳しくはなんですけども、はいそうしたですね、えー、発表も、まあちょっと間に合えば、間に合えばあのありますで。もし物がなかったらですね、 えー、若干の資料だけでも公開できればなというふうに考えているんですけども、非常に今楽しいです。そうしたこともありまして。はい。えー、というわけでですね、えー、ぜひイベントに来てもらえればなと思っています。あのー、まあ、先に立って、えー、公開させていただいている動画でもですね、僕よくメガネいろんなメガネかけていると思うんですよ。で、あれは、あのー、まあ、僕自身が楽しくて、 状況に応じてて掛け替えてるんですねでその中でもですね、一番僕が走行してて、まあ、視界が広くて気に入っているメガネっていうのが、あのカーブレンズのメガネがあるんですけども、えー、これをですね、これが非常にこう良いと。であとまああの、まあ、メガネ、カーブタイプと平面タイプのレンズがあるんですけども、まあ、平面タイプのやつもですねこういろんな特性つけられるんで、僕も、ね、それもあの使ってるというのがあります。でバイクメガネの特徴は、つ がですね、やっぱ痛くならない全然痛くならないんですよこれをですねもう、まあ、メガネ鏡野郎だったら、まあ、みんな困ってることだと思うんで是非ですね、まあ、そこを相談したいなという方がいらっしゃったら来てもらえればなというふうに思っております、はい、であともう1件イベント告知をしますえっ、ー、と7月の31日月曜日ですね、えー、デイキャンプツーリングをやります、はい でデイキャンプツーリングって、デイキャンプって何かっていうと、止まらないキャンプです。止まらないんです。やめられない、止まらないじゃなくて、まあ、宿泊しないキャンプですね。まあ、キャンプ場に行って、まあ、ゆっくりして、まあ、帰ろうかっていうだけなんですけども、あのキャンプツーリングやってみたい、まあ、やってみたくて道具揃えたって言っても使う機会がないという人は結構いると思うんですね。でそういう方、まあ、僕もそうだったんですけども、の方のためにですね、まああのまあ、機会を作ろうかなと。 いうことです、すえー、現地、現地集合も OK。まあ別に現地集合でいいんですよ。あの、キャンプ場であれこれやるのが目的なんで。で、まあここから、あの、一緒に行く人はあ、最初に出ましょうかっていうぐらいなイメージです。はい。で、えっと、すいません、今夜遅いんで、あ、はくびちゃいましたけども。はい。でですね、あのー、一応、まあ参加費が今のところ1500円を予定しております。で、えー、そのままそこでテント泊とされる方、2000円。 ですね、で費用の中にはです、ねえー、お飲み物とです、ね、軽食、それからあキャンプ場の利用料等が含まれております。はい、で一応、当日、あのーまあ、イベント的にです、ね、なんかゲームでもできないかと思って考えてますので、あとハロとキッカー連れて行きます、はい、であと基本的なルール1つ決めたいですね。 えー、バイクでしか来ちゃいけません。はい、バイクに詰めるだけの装備、えー、そうしたですね小、小型のものとか、そういうものですを、ねえー、で揃えるというのがテーマというのと、あと面白いのがあったら僕の方で動画で紹介したいというのもありますで。どうしても車じゃないとだめだよという人は、まあ、バイクに詰めなくもないかなというボリュームで、えー、来てください。 でえー、とハローロとキッカー連れて行くので、うちは、まあ、僕はバイクですけども、あ,あと15回ですね、を連れて行かなきゃいけないんで、えー、もう1台車出しますけれども、あとまあカリーノさんがあー、あのー、バーベキューグリルとか持ってくるので、えーあのー、車でいらっしゃるかと思います。はい、であとこれはもう1件はまあちょっと参加未定ですけども、トルパズさんもですね、えー、と賑やかしでいろいろ持ってきてくれるみたいなんで、 えと30 31日月曜日です。はいあのまだ休みが確定してないよっていう人がいたら、ですね、えー、ぜひその日はあ仕事を休むかやめるかしていただいてですねお越しいただければなと。えー、と詳細については a c e b o o k に書いてありますけれども、群馬県のです、ね、えー、方でキャンプ場を用意しておりますので、えっ、ー、とね駒寄せのサービスエリアの近くですね。はい というわけで、えーと、表題にもあるとおりですね、イベント告知についてお話をさせていただきました。はい、というわけで、皆さん、お、おやむで僕も帰りますから、はい、あの、バイクライフのお役に立てれば幸いです。失礼します。